新駅舎。奥は旧駅舎ホーム東松江駅は和歌山県和歌山市にある南海電気鉄道下田線の駅。駅番号は NK44 から1。かつては南海北島支線の分岐駅であった。交換設備を備えた島式一面二線のホームを持つ地平駅である。改札口はホームの課田駅寄りにある。ホームの北側に旧駅舎が 待合室として残されている。そこから、校内踏切を渡って、左側に、現在の駅舎と先日の改札口がある。この校内踏切はそのまま南側の細い道にも、通じている。2019年度の調査結果では、1日平均乗降人員は947人で、ある。この数字は、南海の駅全体では100駅中73人。 加田線の駅としては8駅中3位。各年度の1日平均乗降人員は下記の通り。駅北方の県道沿いに店舗が多い。周囲は民家やマンションが立ち並んでいる。駅東側で導入川が新堀川を合わせ南流する。また、新日鉄住金和歌山製鉄所東門の最寄り駅である。かつては当駅の中、松駅寄りから、 和歌山製鉄所構内に専用線が伸びており、資材などの輸送に使われたが、1984年に、加田線の貨物輸送が廃止され、線路も撤去されている。ありがとうございます。